すすすごいいいいななんんかかかししし感じがしないででで皆さん目のの方は大丈夫でしょううども中人です今回ねちょっと喉が痛いということで喉が久しぶりにこんなに喉が痛くなっちゃったねまあ動画を撮っている場合ではないとちょっと休んだ方がいいんじゃないかって皆さんね思うかもしれませんがこういう時ってねチャンスでもあるというね、えー、新しい声を手に入れる チャンスでもあるかもしれないというえそういう風に思っておりますえ過去にですね18歳の時に喉痛くなって1週間ぐらい声出なくて病院にも行ったんだけど、まあ、ただの風邪だねみたいなで1週間後に声変わってたっていうね、えー、だからまだちょっと声が変わるかもしれませんね、まあ、喉治った時にとんでもなく高い声になってなければいいなと思うんだけど怖いですねあとはだから治すにねこれ果物をよく食べるそしてこの長野県産のリンゴですねあとはこれ 牛乳と見せかけたホットミルクですね熱あ熱々熱々熱の加湿器はつけてるんだけど今気温がさマイナス1 0度以上ね下がる日とかあるじゃないかないかってねえそうだからねもうついていかないんだよね体がね皆さんもね健康に気をつけて風邪をひかぬようお過ごしください。